ですでももやしですでもなかった。いや、お前もやしかと思ったよ。すごいよ、冷え冷えだよ。冷蔵庫に入れてくださいって食べるといういただき物でした。はい、瀬戸さん、柑橘系の大トロっていう別名があるんだって。そうなの、うん、だって甘くて美味しいもんね。めちゃくちゃ甘いですね。ありがとうございます。これ何茶？これはね、紅茶だね。マルコポーロっていう紅茶だね。あ、あの有名なマルコポーロ。何？マルコポーロ、何？なんか博士みたいな違う違う、この前初めてブログで見て知ったからさマルコポーロってなんだろうなと知らなかったの？ブログ拝見させていただきました。ありがとうございました。さあ、子供たち帰ってこないし、りーちゃん、りーちゃん、ここちゃんとラブラブしようかな。私も思ったかな。皆さんでお仕事の合間にでも召し上がってくださいって。じゃあ食べよう。さっきのあれ見た？ビデオ見たよ。夏木のちっちゃい時の見たよ。かわいいね、りーちゃん、かわいい。本当にかわいかったね。本当に、見るのよくないね。あれ見た後に言っといた、なずきに。偽物なずきだろ、お前。そしたら、そうですって言った。洗って、出かけてった。あらららありゃ、こっち見て。かわいい、りーちゃん。ね、りりー、かわいい。うさになっちゃったね。そうだよ、シニアだよ。さあ、私は明日の朝のパンの仕込みをするんで、どうぞ、あの、自分のお部屋にお戻りください。またいい香りで目が覚めるんだなと思って。もう叩き起こすよ。確かにね。よし、じゃあパンの仕込みしてこようっと。はい、ね、りーちゃん。りーちゃんはああいうとこで待っててくれるね。いるのもパパと寝ないからね。そうなの。じゃあ、りーちゃんおわりして。はい。じゃあねー、リリー、リリー、後でねー。はい、行こう。はい、寝るよ。はい、リリー、行こう。はい。おはようございます。今日はあいにくの雨ですね。せっかく桜が咲き始めたのに大丈夫かしら。お花見もちょっと行けていませんが、
今日も一日よろしくお願いします。寒いね。ございます。私の朝のルーティーンは、朝起きて体調により飲むものをいろいろ変えていって、まあ、その日の気分であれがいいかなこれがいいかなと白湯を飲んでみたりトマトジュース飲んでみたりソイラテ飲んでみたりと日によっていろいろ変えています。最近は新しい商品を一つちょっと取り入れてみたんですよね。それを持ってきてちょっと飲みながらのお話をちょっとしたいなと思います。じやん、メンズたちが起きてくるまでの時間はちょっと短いですけど、私の一人の時間なので大切に使いながらという感じですかね。最近プラスしているのがこちら芳醇サジーさんのものを合わせて飲んでるんですけど、皆さん知ってます？こちらなんかね、すっごく栄養価がサジーという果物は多くって、このままストレートで飲むこともできるんですけど、私はまあオレンジジュースとか今まあ最近飲んでるトマトジュースとかに割って飲むことが多いです。なんかこのまま飲むとねちょっと酸っぱいという感じる方もいるみたいなんですけど、オレンジジュースとかに割るとなんだろう酸っぱさも感じずいただけるので、それもおすすめですね。私は今日はトマトジュースによっていただきます。トマトジュースでしょ。こちらのサジ入れて、私はトマトジュースにレモンとかも入れて飲むので、サジはどちらかというとそちらよりかな、口当たりがよくって飲みやすく逆になるかもしれません。ということでいただきます。うん、美味しい。うん、美味しい。逆にトマトジュースに入れるとまろやかになってるという感じで、すごく飲みやすくなります。ちょっと酸っぱいのが苦手という方はやっぱりジュースとかに割って飲むのがいいんじゃないかな。ヨーグルトとかもいいかもしれませんね。うん、なんかここ最近は50代お年頃にもなりましたし、毎日サジを飲むようになって体調の変化というのも少しずつ感じられるようになってきたんですけど、こういうものって急激に何かが変わるわけでもないので、毎日やっぱりコツコツと続けることが大事かなと思いスタートしました。こういうものに頼りながら体をいたわり過ごしていきたいなと思ってます。なのでメンズが起きてくる前のこの短い時間は貴重なんですね。うん、おいしい。芳醇サジーさん、気になった方がいたら概要欄に記載しておきますので、概要欄の方を見てください。さあ、私はですね、メンズたちが起きてくる前に昨夜仕込んでおいたパンですね、パンの方を焼きたいと思います。今回はミルクパンではなくって、おかちゃのパンにしましたので、さあ持ってきて始めますよ。